雑巾かけせよ。もういいわ。あ、僕ここで。家に来たもんね。なおさん、これってさ、どこ行ったらいい？ここ行くな。ここにもな、ちょっと明るめのやつが2個ぐらい欲しいんだけど。ふらふら揺れる。どこにしよう。ここにしよう。
いらっしゃるのかわからない状態で、今日この青い秋の夜中、キャンドルライブをお送りさせていただきたいと思います。今日は子供たちも多いっていうことなので、私が作った、子供のための、可愛らしい曲を交えながら、ファーストセカンドと、色づいてくるのを見るととっても私は嬉しくて、運転がままならない状態になるんですが、今年は紅葉綺麗かな。なかなか朝晩ね見えてきたんで。もうすでに綺麗なとこある？そうやな、毎年綺麗やね。そう、心を放ち悲しむ中で、喜び愛し月明かりまで、固くて結び導きたもれ、長き
ささくれ夢を
途切れることないか雨水の音も
도いつもそばに
んですけど、人権講演会って、私人権についてそんな賢い賢いやつでもないし、喋られへんどうしようとかって思いながらも、歌ってくださいって言われたらやっぱりね、断れない性分でね、して、じゃあ、ぜひって、多分その場でお返事させてもらったのかな。ただその返事をしてから、その本番までが、先生と相談して、PDL の方と相談して、その、子供たちから、6年生から、言葉をもらって、家族についていっぱい箇条書きでブワーって紙に2、3万人を要チェックです。第1弾へその緒の歌をプレミア試写会で未来でさせていただきましたけど、上映会っていう形でムービーをへその緒クリエイティブ室という、まあ、グループが、アーティスト集団が、私もね歌で参加させていただいてますけどありますけども、その第2弾はその少年、第3弾この西小の6年生が作ってくれた詩で作ったこのへその緒家族を、2月1日に試写会決まりました。完成へどんなムービーになるのか、こうご期待でございますが、急ピッチでそのね撮影なのか何のか、私もこれピアノで弾き語りしたものをそのリーダーに送りまして、よし次第3弾これでいこうっていうことに、ついこの間決まったんですけども、今からその曲をですね皆さんにちょっと、西小人権教室以後初披露、一般公開初披露となります。今日皆さん特別ですよ、これ特別感味わってほしいなあんまりね、自分はね、こう、よいしょするの苦手なタイプなんですけど、こう見えて、ね、歌で届けなあかん、分かってるでも喋りたいでもうまく言えない、だからやっぱ歌うんですねこの曲ね、そう人権、なんか本当にね、笑う角には服着たるで、もうなんや分からへんけど、笑っといたら嫌なことあってもなんかそれ自体もおかしくなってくるんですよ私ほんまによう笑うようになりました。わっはっはお聞きください。
難しいって言われるんですやっぱり。あの歌は葵さん難しいって言われるんでわっはっは歌えそうでしょ。これねちょっとよし打倒ドリカム違うかねえほんまにドリカムさんのバックで歌わしてもうた10年前ほどか10年ほど前かか逆やったね日本語が懐かしい本当なんかそんなイメージです。みんなで歌いたい。もう私の周りにみんないっぱいたくさんにもう西脇の市民の人とか市民じゃない人も何でもいいですけどいっぱいで歌いたい。それが私が作った歌やったら最高です。皆さんぜひぜひまた一緒誰かまた第3弾きっとまたさせていただきたいなと思うのでその時はねこの素敵なこのステージに私以外の人も立ってもらえたら嬉しいな。今から立候補者募ります。いつでもメッセージください。来年私があなたの座を奪いますそれも OK 皆さんが素敵な素敵な表情で歌ってらっしゃるのをまた見れますようにどうぞ。皆さん安らかにちゃんは安らかに眠ったりすごい噛んで追っかけしててここで何かあるよって言ったら必ず見に行っててで聞きたいがためにじゃあ自分家で読んでやっちゃうみたいなノリで去年始めたキャンドルナイトライブです。でまたこれでできたらいいなって言ってます。今年2回無事にできることが良かった皆さん来てくださって本当にありがとうございました。また来年もしたいなと思います。その時またぜひお時間がご都合よろしかったらぜひおいでくださいませ。